GT300 クラス最終戦、今グリーンシグナルスタート。こちらは11番手争いのデパウラカンとスバル BRZ、 元島と山内です。まあ、2戦ちょっとトラブルが続いてて、あのチームが本当にいろいろと車の方もしっかり点検をしてきてくれて、まあ、この最終戦を完走できたことはすごく嬉しく思いますし、まあ、本当に、まあ、1点だけ言うなら、あの僕の Q2 の予選がちょっと自分の中ではすごい悔しさがやっぱあるので、まあ、予選がもっと良ければもっともっといい展開になってたと思うんで、ちょっとそこはあの今回の最終戦の反省点として、まあ、自分の中でしっかり考えて、まあ、本当それをまた次につなげていけたらなと思ってます。最後ランボルギーニ、パスできていればポイント圏内に入れてたかもしれないので、正直すごく自分自身にすごく腹が立ってます。ただ本当に皆さんの声援があったからこそ、あのどんな時も頑張りましたし、あの頑張ろうという意思をあの常に持って、頑張れたので、本当に皆さんには感謝しています。あの本当にドライバーもあの2人とも頑張ってくれましたし、あとはチームで、まあ、チームの作戦もですね、まあ、タイヤの無交換というのもあの非常に当たったと思います。でなんとかポジションアップできたかなと思ってますので、本当にあの最善の結果、最良の結果だったかなというふうに思ってます。